何ケイチ、どうしたの？あ、ごめん、寝ぼけてた。ケイチ、体の調子はどう？学校行けそう？ちゃんと病院は行った？お薬は飲んだの？うん、まあ一応。一度生活のリズムを崩すとなかなか戻らないんだから。起きて起きて。病は気からって言うのよ。ささ、顔洗ってらっしゃい。ご飯はもうできてるわよ。レナちゃんが来るまであまり時間がないわよ。そうそう、今の壁にボタモチを投げつけたのはケイチ？ダメよ、あんなことしちゃ。お父さん怒ってたわよ。そんな虫のいい話あるわけ？
ご飯冷めちゃうわよ。急いで降りてらっしゃい。早くしないとレナちゃんが来ちゃうわよ。あ、今行くよ。ほら、レナちゃん来ちゃったわよ。急いで急いで。遅かったから来てみたけど、今日はどうかな、かな。学校、行けそう？あ、大丈夫だよ。よかった。じゃあ行こう。みーちゃん待ってるよ。なのにさとこちゃんね、絶対にできるって意地になっちゃって。うん、それで？さとこちゃん不吉祥だから何度やってもできないの。はう、かわいかったんだよ。あれ？ケイチちゃんにレナちゃん。今日はちょっと遅いんじゃないの？ミオンちゃん、先に行くって言ってたわよ。あ、ミーちゃん怒ってるかな？怒ってるかな？早く行こう、ケイチくん。ケイチくん笑った。え、なんだよ。ケイチくん、今朝もなんか元気なかったから、まだ風邪が治らないのかなって思ってたけど、大丈夫みたいだね。だね。
ケイチくん。昨日のおはぎ、ちゃんと食べてくれた？ケイチ君？あ、うん、うまかった。そうなんだ。で、全部食べたのかな？かな？いや、全部は食べきれなかったからさ、まだ残ってるんだよ。あれれ？どれがレナが作ったのか当てる宿題はどうなっちゃったのかな？あの宿題って今日までだったっけ？うん、今日までなんだよ。みーちゃん怒るよ。きっと罰ゲームだね。実は、調べてみたら、竜宮さんは引っ越しの少し前に、学校で謹慎処分を受けているんですよ。何でも、学校中のガラスを割って回ったんだとか。
でですね、そのカウンセリングをした医師のカルテにレナさんの会話内容が記載されているんですがね、その中に出てくるんですよ。結構。何がです？出てくるんですよ。おやしろ様って単語が。おやしろ様っていう幽霊みたいなものがですね、夜な夜な自宅にやってくるっていうんですよ。枕元に立って自分を見下ろすんだって。ケイチくん？さっきから変な顔してる。なんでだろう、タロウ。のケイチさんにはお似合いですことよ。ケイチもレナもおはようございますです。おはよう、さとこちゃんにリカちゃん。ですの？張り合いがありませんわ。ケイチ、
まだ本調子じゃないみたいです。うん。だから、今日は加減してあげて、ね。よっ、ケイちゃん。しっかり休んできた？ああ、おはよう。なんだなんだ、ずいぶんと覇気のない挨拶じゃん。差し入れのおはぎ、ちゃんと食べてくれなかったの？やっぱ食欲がなくてさ、いくつかは食べたけど、だいぶ残しちゃったんだ。あれ、じゃあ宿題は？どれがレナの手作りかってのの回答は？ケイチくん宿題忘れなんだって。ありゃー、じゃあ仕方ないね、罰ゲーム。
いい加減にしろよ、前原圭一。お前、命を狙われてるって自覚あるのかよ。甘えるな、ケイジ。帰り自宅とはあんまりですことよ。あれ、圭一くん、今日は都合悪いのかな。この今日こそ二人で大勝利。いや、いい。ごめん。一人で帰れる。部活はみんなでやってくれよ。ケイちゃんがリベンジ熱望してたってんで、今日はせっかくこの間の推理ゲームにしたってのにな。ケイチさんにはリターンマッチに臨む熱いハートはありませんですの？情けないですわね。ケイチ、具合悪そうです。かわいそう、かわいそうですよ。ごめんな、みんな。じゃあ。
とにかく作家のモチベーションってものを理解してないんだよ彼は。タイアップの話だって口約束なんでしょ。そんなにそりが合わないならきっぱりお断りしたら。助け合いの世界だからお互い様だとは思うんだけど、これじゃ仕事にな。よし、少し見えてきたぞ。
あ、話中ごめん。ちょっと聞いてもらっていいかな。どうしたの、ケイチ。お願いがあるんだけど、聞いてほしいんだ。その、もしもだよ。ケイチ、急ぎの話じゃなきゃ後にしなさい。お父さんとお母さんはちょっと今、急ぎの話をしてるんだ。もしもだよ。俺が死んだらさ、死んだらさ、俺の部屋にある時計、あれを棺に入れてほしいんだ。あの時計、工作の授業で作ったお気に入りなんだ。頼むよ。どうしたの？ケイチ、何かあったの？俺さ、明日は早くに学校に行きたいから。もう寝るよ。おやすみ。